皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。先ほど目を覚ました市長を問い詰めたのだが、どうやら記憶が曖昧になっているようだな。放火や強盗の犯行についてもぼんやりとしか覚えてないらしい。そうなんだ。なんか空賊の首領みたい。あの黒装束たちといい、何か関係があるかもしれないね。まあ記憶が曖昧といっても起こした罪は明白だからな。秘書ともども厳重な取り調べが待っているのは言うまでもない。何か判明したら遊撃士協会にもお知らせしよう。助かります。ところで注意さん、一つお願いがあるんですがね。何かな、記者殿。できれば俺もそちらの船に乗せてくれませんかね。なんといってもサイス中央工房が世に送り出す最新鋭の飛行船だ。ぜひとも取材させてほしいんですよ。申し訳ないがお断りさせていただこう。このアルセイユは先日偽装が終わったばかりで試験飛行を行っている段階なのだ。正式なお披露目が行われるまでどうか報道は控えていただきたい。そこをなんとか。逮捕された市長や秘書からもコメントをもらいたいところだし。心配せずとも、判明した事実は王都の通信社にもお伝えしよう。そのあたりで勘弁してほしい。仕方ないか。よし、こうしちゃいられん。記事を書いたら大急ぎで王都に戻るしか。そんじゃ失礼するぜ。プロだね。相変わらずたくましいっていうか、めげないっていうか。でもナイアルさんらしいね。リベール通信の発行部数は最近うなぎ登りだと聞いている。彼にはプロパガンダにとらわれない記事を書いてほしいものだが。プロパガンダ？いや。お手柄だったようだね、シュバルツ中尉。お？これは大佐殿。リシャールか。リシャール大佐。ほう、いつぞやの。なるほど、ギルドの連絡にあった新人遊撃士とは君たちのことだったか。え、ジャンさんが連絡したのってリシャール大佐のことだったの？ああ、王国軍の司令部があるレイストン要塞に連絡が入ったね。慌てて駆けつけてみればすでにことが終わっていたとはな。見事な手際だ、シュバルツ中尉。は、恐縮です。でも不思議ですこと、王都にいる親衛隊の方々がこんなところに来ているなんて。どうやら我々情報部も知らない独自のルートをお持ちのようね。あ、おたわむれを。可能ね隊員、あまり絡むものではないな。ただ陛下をお守りする親衛隊が他の仕事をするのも関心はしない。後の調査は我々が引き継ぐから、レイストン要塞に向かいたまえ。そこで市長たちの身柄を預からせてもらうとしよう。は、了解しました。我々はこれで失礼するよ。親衛隊と遊撃士の諸君、それから制服のお嬢さん、機会があったらまた会うこともあるだろう。それではさらばだ。ごきげんよう。あっちのカノーネって姉ちゃん、なんとなく怖えな。気のせいかもしれないけど、今リシャール大佐クローゼの方を見てなかった？そうでしょうか。確かにこういう場所に君みたいな学生がいるのはあまりないことだろうからね。不思議に思われたのも無理ないよ。本当にそうですよね。ちょっと反省です。そんな雰囲気じゃなかったような。自分に言わせれば君たちだって十分驚きの対象だ。
いくら遊撃手とはいえその若さでここまで活躍するとは。できれば親衛隊にスカウトしたいくらいさ。やだな、そんなおだてないでくださいよ。今度の事件だっていろんな人に助けてもらったし。そう謙遜するものではない。まだ準遊撃手のようだが、正遊撃手は目指さないのかな。あ、今ちょうどそれを目指して修行中なんです。女王生誕祭が始まるまで一通り国内を回ってみるつもりです。そうか、自分も応援しているよ。ユリア隊長、出航の準備が整いました。あ、わかった。エステル君、ヨシュア君、それとクローゼ君も。そろそろ我々は失礼する。機会があったらまた会おう。あ、はい。その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。大衆一同敬礼。王室親衛隊所属艦アルセイユテイクオフ。はあ、敬礼しながらファンファーレを鳴らすなんて、なんか圧倒されっぱなしだわ。そうだね、船も最新式のものみたいだし、さすが女王陛下の安全を守るエリート部隊だね。そうですね。しかしユリア中尉ってかっこいい女の人だったよね。なんだかクローゼが演じた青騎士オスカーみたいな感じ。私もそう思いました。面白い偶然ですよね。こういう偶然、はあ、まさか王都の親衛隊がやってくるとはね。しかも噂の最新鋭艦アルセイユのお出ましとは。僕も受付の仕事がなかったら見に行きたかったんだけどな。ジャンさんって意外にミーハーだったのね。でもジャンさんが連絡したのはリシャール大佐だったんでしょ。ああ、レイストン要塞の司令部に彼がいたもんだからね。どうして親衛隊が駆けつけたのかはわからないが、まあ軍の連絡系統にもいろいろあるってことなんだろうね。通常の正規軍に加えて国境師団、情報部、王室親衛隊、確かに複雑そうですよね。でも今回の事件は事後処理が大変そうですね。今後ルーアン地方の行政はどうなってしまうんでしょうか。あ、そうか、市長が逮捕されちゃったし。とりあえずは王都から市長代理が派遣されると思う。市長の有罪が確定すればいずれ選挙が行われるだろうね。そうそう、孤児院については正式な保証が行われると思うよ。そうですか、よかった。これもみんなエステルさんたちのおかげです。本当にありがとうございます。やだな、水臭いこと言わないでよ。そうだね、当然のことをしただけさ。それに僕たちだけじゃなくてアガットさんの協力も大きかったしね。そういえばねえジャンさん、アガットから何か連絡はあった？ああ、それなんだが、残念ながら黒装束の連中は取り逃がしてしまったらしい。他にも仲間がいたみたいでね。待ち伏せの襲撃にあったそうだよ。え？大丈夫だったんですか？ああ、なんとか切り抜けたらしい。そのまま連中を追ってサイス方面に向かうそうだ。今頃はルーアン地方から離れている頃じゃないかな。なんかハードなことやってるわね。まあ慣れっこだろうよ。しばらく前からアガットはあの連中を追いかけているんだ。どうやら君たちのお父さんに頼まれた仕事らしいけどね。父さんが？どうしてそういうことに？レイブンにいたアガットを更生させたのは他ならぬカシウスさんだからね。なんだかんだ言ってあの人には頭が上がらないのさ。そうだったの？アガットはああいう性格だから感謝しないで突っ張っているけどね。なるほど。
僕たちに対する厳しい態度もそれが原因かもしれないですね。すごくそれっぽいわね。ってやっぱり父さんのとばっちりじゃないのよ。あ、エステルさんたちのお父様といえば確か、どうしたの？あの市長邸で黒い光が溢れた時に。あ、それがあったか。いろいろありすぎてつい忘れちゃってたけど、これ一体何なのかしら。それのおかげで助かったけど、少し不気味な感じはするね。珍しい色のオーブメントだね。オーブメントだったら調べに行くしかないんじゃない。どういった由来のものなんだい。ちょうどいい場所があるでしょ、この国には。カシウスの元に届けられた小包の中にメモと一緒に入っていたことを説明した。R 博士に K か。ひょっとしたら。知ってるの？いや、心当たりというほどじゃないんだが、それの由来を調べたければサイス地方に向かった方がいいかもしれないだね。サイス地方？知っての通り、サイス市はオーブメント生産で有名な場所だ。工房都市とも言われており、博士の肩書きを持っている人も多い。なるほど。たとえ博士が見つからなくても、その黒いオーブメントの正体がわかるかもしれませんね。でも私たちここで修行する必要もあるし。こんなこともあろうかとちゃんと用意しておいたのさ。お、声優劇資格の推薦書今もらった。いいんですか？空賊事件の時と同じさ。これだけの大事件を解決されちゃ渡さないわけにはいかないからね。査定と報酬も用意してあるよ。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お、これで依頼達成ね。ランクアップだ。あった。グラルロケット。お、状態異常を防ぐやつ。何から何まですみません。結構もらったよね。なに、正当な報酬さ。僕も君たちには一刻も早く声優劇師になってもらいたい。その方が君たちの力をもっと活かせると思うからね。ありがとう、ジャンさん。期待に応えられるよう頑張ります。よかったですね、エステルさん、ヨシアさん。ちょっと寂しくなってしまいますけど。クローゼ。そうだね、僕たちも名残惜しいよ。わがまま言ってごめんなさい。出発の日が決まったら私にも教えていただけませんか？エアレッテンの関所まで見送らせていただきますから。そうか、第2章が終わりなんだね、やっぱり。とりあえずセーブをして引き続きやっていきたいと思います。第2章終了ということで、一旦、クローゼともお別れになるのかな。で、敵を取ったアガットは今あんな大剣を担ぎながらどうしてついてこられる。鍛え方が違うんだよ。なんてしつこいやつだ。おら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 。これ以上は振り切れんか。仕方ない、迎撃するぞ。ようやくその気になってくれたみたいだな。てめえらとの鬼ごっこには飽き飽きしてたから嬉しいぜ。しつこく追ってこなければ死なずに済んだものを。バカなやつだ。2対1で勝てると思うのか。勝てるに決まってんだろ。何？喧嘩は気合だ。気迫で負けたら終わりなんだよ。尻尾巻いて逃げ出した時点でてめえらは負け犬決定ってわけさ。ほざけ、ギルドの犬が。二人がかりで殴り殺しにしてやる。ここで捕まるわけには。とっとと降伏して
洗いざらい白状してもらおうか。てめえらが何者で何を企んでるのかをな。それは困るな。いつの間に大将来てくださったんですか。仕方のない連中だな。定時連絡に遅れた上にこんなところで遊んでいるとは。申し訳ありません。いろいろと邪魔が入りまして。なるほどな。てめえが親玉ってわけか。自分はただの現場責任者に過ぎない。部下たちの非礼は詫びよう。ここは見逃してもらえないか。はあ？今なんて言った？見逃してもらえないかと言った。こちらとしても遊撃士協会とことを構えるつもりはないのでね。アホか！そんな都合のいい話があるか！やれやれ、悪くない話と思うのだが、お前たちここは自分が食い止める。早く合流地点に向かうがいい。はい、感謝します隊長。逃げすか！おらぁ！てめえ。まあいい。だったら獲物を変えるまでだ。てめえが持ってる情報の方がはるかに重要そうだからな。そう簡単に狩れるかな。上等！おほう。やるじゃねえか。抑えきれぬ劇場をもって重き撤回を振るうか。お前は自分と似たところがあるようだ。はあ、なんだと。己の無力さに打ちのめされたことがある。そんな目をしているぞ。いいね。どこの誰かは知らねえが、なかなか気に入ったぜ。自分もお前のような不器用な男は嫌いではない。お互いこの辺りで手打ちというのはどうかな。ふざけんな！黙って聞いてりゃ知った風なことをほざきやがって。徹底的にぶちのめしてやる。はぁ、口音にもないやつだぜ。ギルドに運んで徹底的に締め上げてやるとするか。ん？なんだ？これは分け身のクラフト。暗い木々の狭間からかすかな気配が漂ってきた。悪くない一撃だったが、未だ迷いがあるようだな。その迷いが太刀筋を狂わせる。な、何？シュラとカスノならば、すべてを捨てる覚悟が必要だ。人として生きたいのなら、怒りと悲しみは忘れるがいい。それでは、さらばだ。木々の間に漂っていた気配はかき消すように消えてしまった。忘れろだと。そんなことできるわけねえだろうが。やっぱりまだ来てないみたいね。早く来すぎちゃったかな。そうだね、酒場で時間を潰そうか。ううん、風も気持ちいいし、ここで待ってることにしましょう。川の流れを見てるだけでもなんか飽きない気がするし。うん、そうしようか。しかしルーアもようやく落ち着きを取り戻した感じよね。ダルモア市長が逮捕されて
一時は大騒ぎになったけど。現職の市長の逮捕なんて前代未聞の出来事だからね。ロレントで言えばクラウス市長が捕まったのと同じことなわけだし。うわ、それは確かにショックすぎるかも。でもそう考えてみるとルーアンの人たちは冷静よね。驚いてはいたみたいだけどショックは受けてないみたい。まあルーアン市長は伝統的にダルモア家の当主が選ばれていたみたいだから、市長本人を慕っていたわけじゃなかったのかもしれないね。みんなから好かれているクラウス市長とは違うわけか。うん、自業自得とはいえちょっと哀れな気がするかも。来たみたいだよ。え？あ、ジー君。エステルさん、ヨシュアさん。ごめんなさい、遅れてしまって。いや、僕たちもちょうど来たところだよ。もしかしてわざわざ走ってきたの？そんなに慌てることないのに。いえ、お見送りをするのに遅れるわけにはいきませんから。連絡をくださってどうもありがとうございました。もうクローゼってば。お礼を言うのはこっちだよ。ジークも見送りに来てくれてありがとう。それじゃあ早速出発するとしようか。うん、そうね。サイス地方に行くには南口から出ればいいんだっけ？はい、南の街道の先にあるエアレッテンの関所です。あそこからサイスへの街道に出ることができるんです。うん、了解。それじゃあレッツゴー。ミューイ。おっしゃ。外しとくか、多分そうっすね。パーティーから外れちゃうし。時間もいいところですし、一旦これで一区切りにしておきましょうか。ここから言う第3章、黒のオーブメントということで、これから向かうのがサイス中央工房。まあ自分が以前からプレイしている千の奇跡でも、ちょいちょい名前が出てきたあの場所に、ついに行くことになりました。これからね、その黒のオーブメントがどういったものなのか、これからね、そのアガードと戦ったあの男の正体についてもいずれ明らかになっていくんでしょうか。というところで英雄伝説サルの奇跡 FC 実況プレイパート45、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれな。